どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、まあ、レベル35までの、まあ、そのデュエルモンスターズのその DSOD ワールドのねレベル上限が解放されましたんで、これのまあ記念としまして、ね、やっぱねネオブルーアイズアルティメットドラゴンはね使わざるを得ない。これ33と35で一応カードとして来たんですよ。今まではそのスキルが あってスキルでしか使えなかったんですけども、一応カードとして実装されましたんで、まあ、それをね使っていきたいなと思っております。で新しいそのレベル上限解放の時のカードの評価みたいなのは多分昨日の動画で出してると思うんで、そっち見ていただければいいのかなと思います。あるアマテラスのやつですね。で今日はすげえね頭悪そうなデッキをね組んできたんですよ頭悪そうななんかバカが作ったデッキをね考えてきました。で、まあ、どういうまあデッキかと言いますと、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンって何ができるかっていうと、3連打ができるんですよ。簡単に言うと、ブルーアイズホワイトドラゴンの3体融合で、まあ、要はアルティメットドラゴン、通常のアルティメットドラゴンと一緒の素材を使って融合できて、で、ダメージステップ終了時、こいつが攻撃したダメージステップ終了時にこの効果2回まで使えるんですけど、自分のフィールドのカードが表側のカードがこれだけだった場合、まあ、セットはいいです、セットされてもいい、セットモンスターがあってもいいし魔法トラップセットされてもいいんだけど、表側のカードがこいつだけだった場合、エクストラデッキからブルーアイズの融合モンスター、まあ、例えば、こいつとかね、こいつとかこの辺を墓地に送ることによって、もう一回攻撃できるよっていう、だから全部でこれ2回効果使えるんで3回連続攻撃が可能なんですよ。4503連打っていう、なんかもうザ・海馬社長みたいななんか頭悪いみたいな、そういうねギミックなわけですよこのモンスターは。で一応こいつ墓地に落ちてると、ブルーアイズモンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果を無効にして、こいつ除外することによって無効にして破壊するよっていう効果を持ってるんで、まあ、これがまあそこそこまあOCG とかだと結構強かったりは一瞬するんだけど、まあ、直送ることはあんましないので、こいつをね、なのでまあそんなに使うかって言われるとあれだけど、一応まあおまけ効果としては結構強いですよね。マルディバーサイバーダックローとかああいうので、まあ、直接送るとかはいう方法はあるかもしれないけどね。でメインギミックを見ていただいたら分かる通り、もうほんと一発屋にかけてるんですよ。4503連打で勝ちにつなげる、そういうデッキ、そこで勝てなかったら負けみたいなそういうデッキになってまして、確変にね、確率変動に突入させないといけないんで、まあ、確変に突入させるにはまずですね、ホワイトオブレジェンドとか太鼓とかをこうぶん回しまして、調和の方殺で捨てまして2ドローって、今デッキを掘りまくってハリケーンとかを引きたい、まあ、もしくはこのホワイトオブレジェンドを調和で捨てるっていう動きがすげえ強いから、2枚ドローしてブルーアイズサーチなんで1枚増えるんですよっていうのが、これクソ強いんで、なので、まあ、このコンボをするだけですね、このデッキは。で一応まあ融合したいから、まあ、ヌマチメットドラゴンを入れて、ヌマッチメットドラゴンは一応融合サーチもできるし、ブルーアイズホワイトドラゴンとしても扱えるんで、このモンスターは最強なんですよ3積み安定です。であとは、まあ、もうなんかお茶濁しみたいな感じでセットして、一応ブルーアイズ出すっていうこともできるように、ホワイトオブレエンシェントで、これスキルをその進化した最強ドラゴンじゃなく、しても良くなったんですよね、カード的に来るから。でこれオルタナティブにしてるのは、これオルタナティブってブルーアイズとして扱えるんですよ。だから例えば、まあ、太鼓セットして殴ってもらってブルーアイズ出して、次 あのエンドフェーズに、でブルーアイズをオルタナに変身させて相手のモンスターは破壊するじゃないですか。オルタナで破壊した後にオルタナをブルーアイズとして融合してネオブルーアイズ出すっていう超かっけえ動きができるんですよ。なおこれに関してはほんとオーバーキルっていうのはあるんですけどね、実際ちょっと若干オーバーキル感はあるんだけど、まあ、そういうデッキとなっております。早速ねアホみてえなワンキルをね決めていきましょう。デュエルスタンバイ、ふん。さあお相手の方はヘルカイザー亮君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いいかみんな、見逃すんじゃないぞ。このデュエルはな、一瞬でデュエルがの決着がつくからな、一瞬だぞ、一瞬たりとも目を離すことを許さない。そんなデュエルとなっていくことだろう。行くぜ、俺は沼地のマシン用の効果発動、融合を手札に加え、そして調和の宝札の効果を発動していこう。調和の宝札の効果によって伝説って伝説を墓地に送って2ドローしながらブルーアイズ勝ったわ、勝ちだ、勝ったわ、調和の宝札効果トゥスートロー。
あー引いちゃったか、まあ引いちゃったらいいよ。今日初的挨拶張り系、おはようございます。挨拶のように局長を打っていく。そしてブルーアイツホワイトドラゴン、ブルーアイツ沼地ホワイトドラゴン、そしてブルーアイツホワイトドラゴンを墓地に送り、現れるネオブルーアイツアルティメットドラゴン。カイトロイドはあるんだろうな、ヘルカイザーよバトルハイパーアルティメットバースト遊戯王って簡単だな。このデッキさ、勝つのも負けるのも早すぎてマジでヤバいんだけど、セットして調和の宝札は使っといていいか。調和の宝札だけは使っとこう。調和の宝札使ってホワイトブレジェンドからのホワイトブレジェンドブルーアイサーチ、あー次融合できますね。次融合できるわ、行こう。ターシロ一応先行でもまあなんとかなるんですけど、あの太鼓があれば、太鼓があればまあ最悪なんとかなるかなって思うんですけど、一応ねセットするモンスターいるしブルーアイズが出るしみたいな。できればねコインで赤出したいっていうのあるよね、まあ、じゃんけんしたい、じゃんけんで負けたいっていう、まあ、サイバー流じゃんけんってやつですよね。いわゆるサイバー流じゃんけんっていうことあのパターンによって、まあ、OCG ではでもサイバー流じゃんけんってコインで赤出すんですけど、リンクスだとサイバー流じゃんけんって結構、ね、黄色出して強いんですよ意外とね。で太鼓の白石の効果でブルーアイズ出していく、ブルーアイズバチコルト出していく。さあ来いブルー、俺様のプライド、そして俺の魂貴様に見せてやる。ブルーアイズホワイト首グルーンドラゴン、そして、まあ、次デッキトップ何でもいいんだ。ドラゴン目覚めの戦列があるからな、ドロー。よしナイス強い、スキル発動オルタナティブだ。ブルーアイズをオルタナに変身させ、オルタナティブの効果発動は、てめえのセットモンスターは破壊じゃ。墓守か、なるほど。でドラゴン目覚めの戦列の効果発動、俺は太鼓の白石を墓地に送り、ブルーアイズホワイトドラゴンをサーチ、そして手札よりマジックカード融合発動。俺はフィード上のブルーアイズとなった。オルタナティブホワイトドラゴンとブルーアイズ、ブルーアイズ3体融合。アドソン融合だ、そんなものは知らん。このターンで決着をつければよかろうなのだ今こそ現れよネオブルーアイズアルティメットドラゴン、そしてホワイトオブジエンシェントの効果ブルーアイズオルタナティブドラゴンを回収し、次のターンまたオルタナが出るぜ。一応墓地は確認しておこう。クソ甘いモンスターが食らえ、ハイパーアルティメットバースト効果。ネオブルーアイズ墓地送ってハイパーアルティメットバースト2連打効果。アルティメット墓地送ってハイパーアルティメットバースト3連打。うおーぬおー、進化した最強ドラゴンだったよスキル。おいこれ、これはあれか、これじゃんけんってやつか、これじゃんけんってやつか、これなんと進化した最強ドラゴンの対に最強スキルやめてよ。ちょっとあーやだ、同じっぽいなこのデッキ。伝説の白石を聞けブルーアイズと融合をやめていただけますか。融合だけちょっとやめていただきたいですけどね。あーなるほど3体ですよね。あーなるほど、はいはいはい、なるほどなるほどじゃんけんじゃねえか、じゃんけんだろ、何が遊戯王だよ、じゃんけんじゃん、じゃんけんじゃん、こんなの。俺もコイン赤が良かったよ、コイン赤でも勝ってるよこれ。わかりましたか皆さん、遊戯王はじゃんけんです。